南、それこそ学南に勝ったっていうのも、そこで本当にこう自分のやったことは報われたっていう、これが正解やったんやってやっとこう思えた瞬間やった。3年間間違ってなかったってちゃんと思えた瞬間だったんで、あれがなかったら僕は今 YouTuber やってないんですね。なんか次の日学校あったんですけど、学校行くのやめようかなと思ったし、洛南のキャプテンやばいよ。初めてその時洛南に来たこと後悔したかもしれないですね。こんなに苦しいんだと思って。京都ハンナリズの寺島亮です。よろしくお願いします。今日はね、あのウィンターカップの選手名鑑の取材ということで、まさかウィンターカップから5年後、あのいろいろね試合もした中、ね5年後まさかこっち側に来るとは誰も予想してなかったなっていう、すごい、はい、そこにもちょっと感動するんですけど、今日はちょっとインタビューと、昔のウィンターカップの思い出話を。ちょっとしていけたらなと思うんで、早速やっていきましょう。じゃあ一緒にゴーポイントで、はい、いきます。せーの、ゴーポイント。あー、なるほど。お互いを知ったきっかけ、お互いを知ったきっかけ、俺は高校の1年生の時に洛南で1年生が出てるやつがおるっていうので、めちゃくちゃ上手くて、その時からめちゃくちゃ上手くて、もう印象的なのがハーフコートから4歩ぐらいでレイアップに行くぐらいスピードもすごくて、ダンクもするしみたいな、こいつ同世代でこんなおってんやっていう衝撃を受けたんが初めてかな。近畿大会かなんかで、はい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 、で、今ハンナリズにもいる大場武尊選手が、まあ、なんか自分のなんか知り合いがいるから、うんうんうん、でそいつをしっかり止めてみたいな言われて、で途中が出てきたんですよ。その時にマッチアップした時初めて友也の存在知りましたね。うわ、速かったっす。僕も結構スピードには自信あったんですけど、それでもなんか僕とはまた違った速さっていうか、その一瞬の軽い速さで、僕はどっちかというとこう力強さっていうよりは感じなんですけど、友也はなんか一瞬でさっといなくなる感じの軽さでした。特に僕の代は45年ぶりにそのインターハイの優勝を逃した代なんですよ。そうや。なんでみんなやっぱりこうその、まあ、東山に負けて、で不幸中の幸いでその、まあ、京都開催だったんで、僕らは2位通過でその上がれたんですよね。本当だったら僕らは上がれてなくて、だからウィンターでどうしてもなんかその結果を残さなきゃっていうプレッシャーもありましたし、それがあってやっぱみんな守りに入っちゃったっていうのがあるっすね。いや、もう10月すごかったっすね。洛南のキャプテンはやばいよ。僕初めて挫折ありますかって言われたら、ただその時が一番の挫折っていうか、東山に負けた時が45年ぶりっすよ。確かに俺生まれてないじゃんみたいな。生まれるずっと遥か前からこう優勝してきて、それを逃した代みたいな、ってなった時にもうなんすかね、泣くっていうか涙出ないぐらいもう悲しくて、なんか次の日学校あったんですけど、学校行くのやめようかなと思ったし、もう寮のベッドから出ない、もう本当に一番きつかったんですよ、その時は。洛南のキャプテンやばいよ。初めてその時洛南に来たこと後悔したかもしれない。こんなに苦しいんだと思って、でもやっぱその後にまあ練習っていうか学校行った時に、まあ、僕キャプテンだったんですけど、なんか他の選手もみんな多分僕ぐらい悲しいっていうか、もう悔しい思いしてる、なんか学校来てんだなっていうのが分かった時に、じゃあもう一回みんなで頑張ろうっていう、だからみんなの顔を見れて、その時にまた頑張ろうって思えたんで、みんながいてくれて思ったんですね。でしっかりその1週間後に僕近畿大会あって、そこにまあなんとか勝てたんですよ、1週間後に、やっぱみんなその悔しい気持ちをしっかりそこで晴らせたんで、そこが本当に良かったですね。試合ですか？見ます見ます。僕は本当にまあ少しのショートハイライトみたいな、あれは見たことありますけど、全部は見てないです。ああ、そうなんや。もう見たらもう悔しくて、もう俺めっちゃ見んねんけど、勝ったから洛南に勝ったって。だって大阪勢が洛南にインターカップで勝ったのもなんか50年ぶりぐらいだし、で近代の時としては多分初めてで、
っていうぐらいの結構歴史的なことやった。それ聞いてたら多分そうそう立ち上がるそうそうそうほんまに45年どころじゃないんですかそうそうやでそうやで、ああよかった聞かせてそれ今でよかったわ確かに今もちょっと来たけどね。そうそう結構だからそれもあるし、なんかやっぱあの時の自分らって本当にもう分かりやすいぐらい、もう 120% ぐらいの力が出たん で、 でいつ見てもこう面白いなってそう思います。本当にこの時のウィンターカップの智也はなんかこうさっきから話に出たんですけど、なんか自信持ってたんですよね。多分近畿大会とかだった時は正直僕にあんま1対1とかも仕掛けずに、ただパスしてコントロールっていうか、あんまりその強気な姿勢がなかったんですけど、ウィンターカップの時はガンガン強気で来てて、多分僕もそれでファウルとかしちゃったりして、で僕もちょっとこう弱気になってしまって、そこを疲れたりとか、そういう感じでしたね。一味違ったと思いましたね、ウィンターカップは。いやけど本当にこれほんまに嘘やと思って聞いてほしいけど、視聴者の人にはあのバスケにおいて自信っていうものだけがどんだけ人を強くさせるかっていう、本当にそうそう、いやほんまに強くもさせるし弱くもさせるっていう、このほんまなんか一つの気持ち次第で、全国大会行ったら大体技術力なんかほぼみんな一緒で、何が違うかってそのチームで養ってきたその自信とかそういうものの違い、ほんまあとは気持ちの問題やな、まさにそうだと思うし、それだけで全然変わるから。しかもなんせ今回のウィンターカップはその自信をつける期間がなかったじゃないですか、だから余計面白いなっていうのはすごい思ってるんですよ今回。勢いに乗ったもん勝ち、そうそうそう、乗ったもん勝ち、こいつだよこいつだよ、そう、あこれねイケメンですね、イケメンですねのやつね、なんかこのどうでもいいですけどイケメンですねのおかげでやっぱ最初は盛り上がりました。そうですよね、ありがたい、このワードのおかげで本当もう今になってすごい、ありがとうございます。僕もこう、なんすかね、多分なんでハンナリーズ来たんだろうって思った時に、多分正直そのこの試合でも負けましたし、インターハイでも負けて、なんかこう京都やりきった感がなかったんですよね。ああ、こうすっきりして終わってなくて、でそれでなんか京都にそのなんか多分やりきってないっつって、まだなんかやらなきゃっていうのが残ってて京都ハンナリーズをこう選んだっていうのも、もしかしたらこう無意識のうちっていうかあったのかなと思って、そういうのを感じたんで、この試合って本当になんか僕と智也にとっては大きな一試合だったなと思いますね、うん、あえてここで高校バスケで自分に区切りをつけて、新しい道に進んでバスケをやめたっていうことにプレッシャーを感じながら、それ以上有名になるっていうので自分にこの覚悟を持てたっていうか、すごく楽なに勝ったっていうのも、そこで本当にこう自分のやったことは報われたっていう、これが正解やったんやってやっとこう思えた瞬間やった。3年間間違ってなかったってちゃんと思えた瞬間やったんで、あれがなかったら僕は今 YouTuber やってないんです。トモヤンじゃなくても島津智樹で終わってました、うん、あの後々ズサズサって俺が、いやいや本当にもう心のだからトムヤンがあの1万円きっか言ったじゃん、ちょっとリベンジしに行こうかとかあの時ちょうど多分まだレイクレイがそんな伸びてなかった時、伸びる前に友達に聞いたんですよ、なんか、うん、あのトムヤンっていう前ウィンターカップで負けたチームのやつがなんか1万円きっかやってるよって、やりに行けばねって、正直本当にやりに行こうかなと思ったけどでもなんかもうここまですごい頑張ってますし、その時本当に悔しい思いでなんかあったんですけど、うんうんうん、こうやってバスケを盛り上げようってやってくれてるんで、うんうんうん、なんかもうそういう気持ちなくなりましたね、うん、もうとにかく頑張ってほしいっていうか、もう僕も頑張らなきゃいけないし、うんうんうん、良きライバルっていうか、うんうん、そういう関係になってきましたね。いや今年のウィンターカップはね過去一面白い、あこれマジで、うん、なんでかっていうと、それこそ今までは、まあ、コロナがない時期はカップ戦とかだったから、各チームがこう1回戦ったりしてるから、こうどこが勝つかっていう予想が結構ついてたりしたんですけど、今年はそれがないし、でこの自分、まあ、さっきも言ったんですけど自信をつける期間っていうのがなかったんで、もうこの一戦一戦でどんだけ個人個人チームが自信つけて戦っていくかによって、本当にまさか今回優勝したっていうのがある年やと思うんで、そう考えると見る側からしたらマジで一番面白い年かなっていう。
今年は強い。今年は強いね。大川くんやばい、ね。そうなんですよ。こう1対1とかマッチアップするんですよ。やっぱり洛南で練習とか行った時に、うん、その時になんかもうみんなとは違うようなものを持ってるっていうか、その190センチでガードできるんで、まあ、これからの将来性とかもありますし、なんか今までやってきた選手とまた違うものを持ってますね。またあの1対1をリベンジで、いやリベンジでリベンジしたんすか。何年越しか、まあ全然まだじゃなくていいと思うで、その時が来たらやっぱあの時のリベンジマッチはいつかしたいなっていう、確かにね、ちょっとね、まあ、もうちょっと僕も大きくなってきますわ。あの衰える前にやりたいですね。確かに確かに。俺も衰えつつあるから。あ、そう。俺下降傾向やけど、うん、手足はずっとこうや。今こうなってるから。だけど楽しみはなんかすごい嬉しいわけど、本当にこういうなんていうかな、まあ、ほんま5年越しこういう話できてっていうのがあった。まあ、これからね、次は2人でどういう仕事するかも楽しみですね。まあ、またもっとすごいところで出会うかもしれないし、もっと2人ともすごくなってるかもしらんっていう、こういうのがあるのがやっぱ高校バスケのいいところですから。こうさっき話した通り、こう本当に1試合でこういう人生が変わるんで、うん、本当に1試合1試合を大切にしてほしいと思ってます。いや、ほんま全力で高校生楽しんでいただくんでね、はい、あのウィンターカップ選手メーカー出るんで、ぜひぜひね、あの皆さんチェックにしてみてくださいので、はい、それではありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでバイバイ。